ロチェスター、ロチェスター、ロチェスターは、アメリカ合衆国ニューヨーク州北西部、オンタリオ湖岸に位置する都市。同州モンロー軍の軍庁所在地である。人口は21万565人。2010年国勢調査。ニューヨーク、バッファローに次ぐ、州第3の都市である。モンロー軍を中心に五軍にまたがる。都市圏は105万4323人。 2010年国勢調査の人口を抱えていい。地はかつてフラワーシティ、小麦粉の町と呼ばれた。時代が下ると同じ発音でフラワーシティ、花の町とも呼ばれるようになった。このほか、ボシュロムやイーストマンコダックが本社を置き、ゼロックス創業の地であるロチェスターは、ザ・ワールド・エスイメージセンター、世界のイメージの中心地という別名も持っている。 また、ロチェスターは、学術都市としての要素も持っている。ロチェスター大学は、US ニュースワールドレポート誌の全米大学ランキングで常に上位に入る、高評価を受けている。その音楽学校である、イーストマン音楽学校は、ニューヨークのジュリアード音楽院、フィラデルフィアのカーティス音楽学校と並び称される、高水準の音楽学校である。ロチェスター工科大学は、 工学系の私立大学で、これも高い評価を受けている。これらの他にも、ロチスターとその近郊には14の大学がキャンパスを置いている。なお、ニューヨーク州には、ロチスターという地名は2カ所に存在する。一つはこの項目で述べるモンドー軍のロチスター市、もう一つは、ニューヨーク都市圏の北端、アルスター郡にあるロチスター町である。ただ単に、ニューヨーク州。 ロチェスターといった場合、大抵は、このモンロー群のロチェスターを指す。1803年11月8日、ジェネシー川沿いのおよそ40ヘクタールの土地が、メリーランド州出身のネイサニエルロチェスター大佐、チャールズ・キャロル・少佐、ウィリアム・フィッチュ大佐によって購入され、ジェネシー側に3本の小滝がかかっていた。この地は、水力発電を行うのに良い場所であると考えられた。 1811年はじめ、3人の創設者たちは、この地の調査を行い、街路を敷き、人口15人の村をスタートさせた。1817年には、ブラウン兄弟ほか地元の地主は土地を提供し、ロチェスタービルの村が創設された。1821年、ロチェスタービルは、モンロー軍の軍長所在地に指定された。 1823年には、ロチェスタービルの村域は 4K 平方メートルに及び、2500人の人口を抱えていた。またこの頃から、ロチェスタービルの村は単に、ロチェスターという名で知られるようになった。この年、ジェネシー川をまたグウイリー運河の水道橋が架けられ、ジェネシー川へと、ハドソン川へと通ずる部分が完成した。後に鉄道が敷かれると、 町の中心部に通っている運河は邪魔なものとなったため、中心部の南に流路変更がなされた。1830年にはロチェスターの人口は9200人を数え、1834年には市として正式な自治体に再指定された。最初は、ロチェスターは、ザ・ヤングライオン・オブ・ザ・ウエスト、西の若き市と呼ばれた。ついでフラワーシティ、 小麦粉の町と呼ばれるようになった。1838年頃には、ロチェスターは小麦を生産する都市の中としては、当時のアメリカ合衆国領内で最大であった。また、10年の間に人口を倍増させたことから、ロチェスターは、アメリカ合衆国史上最初の急成長都市としても知られた。1847年、フレデリック・ダグラスは、 ノーススターという奴隷制度廃止論者よりの新聞を発刊した。元奴隷であったダクラスは自由州ニューヨークにあるこのロチェスターで奴隷制度廃止論となえる演説者、記者となりアメリカ合衆国内のみならずヨーロッパやカリブ海諸島にもノーススターの読者を広めた。4000部以上が購読されていたノーススターは奴隷廃止論者の見解を表明する重要な コーラムとしての役割を果たしていた。20世紀に入ると、ロチェスターは、繊維産業、特に男性用医療生産の中心地ともなった。ファッションパークや、ヒッキー・フリーマンといった企業はこの時代に生まれた。ロチェスターはに位置している。市は、オンタリオ湖の南岸、バッファローの東約 115km、シラキュースの西約 140km に位置している。 ジェネシー川はダウンタウンを南北に流れ、オンタリオ湖に注いでいる。アメリカが衆国統計局によると、ロチェスター市は総面積96.1、軽平方メートル、37.1ミである。そのうち92.8キロ平方メートル、35.8ミが、陸地で3.3キロ平方メートル、1.3ミが水域である。総面積の3.42%が、 水域になっている。ロチスターの地形は、新生代の氷河によって形成された。氷河は交代する際にジェネシーバレーを作り上げ、その周囲にマウントホープ、ハイランドパークの丘、ピナクルヒル、コブズヒルなどの丘を残した。オンタリオ湖やその湾、ハイフォールズをはじめとする滝や渓谷、周辺の小さい湖昌、さらには、近隣のフィンガーレイクスも氷河によって形成れた。 フィンガーレックスの内西側にある小さい湖、ヘムロック湖とカナディス湖は、ロチェスターの水道水源になっている。これらに加え、オンタリオ湖の水も、水道水源として利用されている。ロチェスターの気候は、おおむね式が、はっきりとしているが、特に涼しい夏と寒く雪の多い冬に、特徴づけられる。最も寒い1月の平均気温は、氷点下摂取温度、夜は、 氷点下接し15度以下にまで下がることもある。また、オンタリオ湖で湿気を増したカナダからの北風は、南岸のロチスターに大雪を降らせる。12月から2月にかけての降雪量は、月間 50cm を超え、年間降雪量は 230cm に達し、全米有数の降雪量となる。一方、夏は、オンタリオ湖が冷却水の役割を果たすため涼しく、 7月でも平均気温は摂氏22度、日中でも摂氏28度程度である。ティッペンの気候区分ではアン体湿潤気候、リーフに属する。ロチェスター都市圏内にはイーストマンコダック、コンステレーションブランズ、ペイチェックスといったフォーチュン線に入る企業をはじめ、国内外ないし地域的にビジネスを展開する企業が多数本社を置いている。ボシュロムが本社を置き、 ゼロックスが創業したこの地はザ・ワールド・エスイメージセンター世界のイメージの中心地等別名が示す通り工学・イメージ関連産業が発達しており研究も進んでいるロチェスター大学は工学分野では全米1位であるロチェスター工科大学はイメージ科学の分野で全米1位の評価を受けている2005年には ロチェスター大学はイーストマンコダックをしのいでロチェスター最大の雇用種となった。ついで2008年には食品スーパーマーケットチェーンのウェグマンズフードマーケットがイーストマンコダックを抜き第2位の雇用数となった。またロチェスターは全米最大の新聞会社ガネットや金融通信事業の大手ウエスタンユニオンが創業した地でもある。なお、 ロチスターに本社あるいは重要拠点を置く企業の完全な一覧に関しては英語版ウィキペディアを参照のこと。ロチスターの玄関口となる空港はダウンタウンの南西約 5km に位置するグレーターロチェスター国際空港 i a t a クである。1927年に開港したこの空港には主要航空会社のハブ空港からの便のほか、 中距離のエクスプレス便がある。アムトラックのロチェスター駅はセントラルアベニュー320にある。ロチェスター駅には下記の列車が停車する。かつてはロチェスター地下鉄と呼ばれるライトレールの路線も走っていたが1957年に廃止となった。ライトレール復活の動きもある一方でトンネルにはホームレスが住み着き周辺の治安が悪化するなど 慢性的な問題も起きている。ロチェスター市内、及び、モンロー郡内の郊外都市、町村の公共交通機関は、ロチェスタージェネシー地域交通局、ロチェスター、ゲネセイリージョナルトランスポーテーションオーソリティ、ジルタの運営する、路線バスによって賄われている。ロチェスターには、グレーハウンドのバスターミナルもあり、シカゴとボストンを結ぶバスなどが停車する。 幹線の週間高速道路 I-90 は、ロチスターの市内を通らず、南郊外を東西に走っている。市内には I-90 の支線である I-490 が通っている。また、州北西部を南北に走る I-390 は、ロチスターの外角環状道路の西半分をなしている。I-590 は、外角環状道路の東半分をなす。 ロチェスターの環状道路は二重になっており、これらの高速道路で構成される外角環状道路のほか、ダウンタウンを取り囲むようにアイマイナス490に接するインナーループ、都心環状道路が通っている。ロチェスター港はオンタリオ湖の湖港である。道港を通る航路は五大湖、セントローレンス水路を通じて大西洋へと至る。二千四年六月十七日には、 オンタリオ湖を横断して、トロントへと至る国際皇帝、スピリット・オブ・オンタリオ愛号、スピリット・オブ・オンタリオ愛の便が創設された。しかし、ロチェスター市当局の財政難による予算打ち切りのために、2005年12月12日、わずか1年半でこの便は廃止された。最高速度82のと、時速時速 152km の、この高速艇は、その後2007年、 ドイツの船舶会社に売却された。ロチェスターはその都市圏内に大学を数多く有する学術都市としての要素も持っている。ロチェスター大学は1850年創立の私立総合大学で US ニューズワールドレポート市の大学ランキングで常に上位35位以内に入る名門である。ニュースウィーク誌では新 IB リーグの一角と評されている。工学、医学、 経営学といった実学面での評価が高い。また宇宙ニュートリノの検出でノーベル物理学賞を受賞した小柴正人氏は、同学の大学院博士課程を同学最短記録の18ヶ月で修了し、博士号を取得した。さらに同学の音楽学校であるイーストマン音楽学校は、ニューヨークのジュリアード音楽院、ボストンのバークリー音楽院と並び称される名門で、 クラシック音楽界に多数の音楽家を輩出している。ロチェスター大学とアメリカ合衆国エネルギー省ニューヨーク州政府が共同で1970年に設置したレーザーエネルギー研究所ではオメガレーザーという紫外線レーザーの研究を行っていい。このレーザーは現存するすべてのレーザーの中で2番目。紫外線レーザーの中では最も出力が高く。 10億分の1秒以下の時間で全米で生産される電力の100倍の光を発することができる。ルでは、このオメガレーザーの50倍の出力を持つ、オメガ EP レーザーの建設を2008年4月に完了し、現在稼働中である。ロチスター工科大学、リットは、学部生、約1万3000人、大学院生、約2400人を抱え、 全米の私立大学の中で10番目の規模を有する工学系総合大学である。1829年創立のこの大学は、理学、工学、情報技術、イメージ科学の分野で高い評価を受けている。全米の大学の中で最も古い部類に入る三学共同プログラムを持つ、同学は学生が一定期間フルタイムで働くことで学校の 取得単位に変えるシステムもある。また、同学は、連邦政府の国費で運営されている、国立老公科大学を併設している。国立老公科大学は、聴覚障害者対象の高等教育機関としては、ワシントン DC のギャローデット大学に次ぐ長い歴史を持ち、アメリカ手話の手話通訳者養成プログラムでは、全米一位の評価を受けている。 その他、コンピュータや経営学などの分野を持ち、3年生のプログラムを卒業した者には、ロチェスター工科大学の他学部へ、編転入する道も開かれている。その他、ロチェスターとその都市圏内には、以下の大学がキャンパスを置いている。前述のロチェスター大学とロチェスター工科大学、及び、ロチェスターの中心部から、おおむね1時間以内に立地する、これらの大学は、 ロチェスター地域大学コンソーシアムを構成し、提携を結んでいる。イーストマンコダック発祥の地であり、現在も同社が本社を置いているロチェスターには、コダック創設者、ジョージ・イーストマンゆかりの名所が二つある。一つは、ジョージ・イーストマンの家である。1905年に建てられた、このジョージア様式の家は、イーストマンの死後ロチェスター大学に寄贈され、1947年に、 ジョージ・イストマンハウス写真博館として一般公開された。ジョージ・イストマンの家は1966年に国の歴史的ランドマーク及び国の史跡に指定された。もう一つはジョージ・イストマンが建てたイーストマンシアターある。1922年に開館した。この劇場は現在ではロチェスター大学の音楽学校、イーストマン音楽学校の所有となっており、 主に同行の吹奏楽やジャズの公演に用いられている。また、ロチェスターフィルハーモニー管弦楽団も、このイーストマンシアターを本拠地にしている。ロチェスターの南高約 30km に位置するマンフォードには、ジェネシーカウンティビレッジミュージアムがある。これは600エーカー、約2 4 k 平方メートルの敷地に19世紀のジェネシー軍の村を再現した。 野外博物館で工芸や行商など当時の生活のデモンストレーションも行われている。ロチスターにはホワイトホットと呼ばれる独特のホットドッグがある。このホットドッグは貯蔵のために塩分を加えたりせず、燻製にもしていないソーセージを用いて作られるホットドッグである。通常はこのソーセージをトーストしたパンに挟み、ホットソースやチリをかけて玉ねぎを乗せ、 その上にマスタードをかけて出される。また、パンに出し粉乳が含まれていることもある。なお、ロチェスターでは、通常のホットドッグは、レッドホットと呼ばれ、区別されている。また、このホワイトホットに用いられるソーセージや、フライドポテトなどを皿の上に乗せ、ホットソースやケチャップ、マスタードなどをかけた、ガベージプレートと呼ばれる料理も、ロチェスターの名物料理としてよく知られている。 ロチスターの都市圏及び広域都市圏を形成する各軍の人口は以下の通りである2010年国勢調査以下にロチェスター市における1820年から2010年までの人口推移を表及びグラフで示すロチスターは以下12都市と姉妹都市提携を結んでいるこれらの姉妹都市の名はジェネシー側にかかる フランクジャネット姉妹都市教に記されている。同教料は、元は単に姉妹都市教という名であったが、2006年10月に現在の名称に改められた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。